はじめまして、吉田と申します。吉田さん、吉田です、はい、で僕も大分なんですけど。ああ、そうです。なぜ佐賀からこの大槌に今いるんですか？3月11日、あれを知った日からですね、はい、もうモヤモヤしてて、ボランティアしたい、ちょっと待って、俺行くって15日に決めたんです、はい、で、佐賀で何やるの？今現在は、お仏壇の修復金箔を貼ったり、はい、今どうしてるんですか？もうほったらかしです。ほったらかしです。お客さんごめんなさいって言って。なるほど。で、その何日かでお仏壇預かったのを片付けて、で19日に出発して20日に陸前高田に帰りました。陸前岬に入った、はい、どうでした？よし頑張ってきたのがもうできんなって、な、うん、もう自分の微力さ感じましたね、うん、でもう泣きっぱなし、うん、これはもう帰らんぞ、うん、7月まで自己資金なくなる。最後、佐賀に着いた時は持ち金2000円でした。変な話ですけど、はい、いくら持って出てきました？容量は70、はい、70持って、はい、3,4,5,6,7 約4ヶ月半ぐらい、はい、もうね、なくなりますよね。なくなります。食べるものも寝るものもガソリン代も全部、はい、車で来た。そうです、26時間。で、7月帰りまして、まあ、2、3ヶ月、ちょっともう一回仕込んで、行きたい。もう、気持ちがこっちにあるんで、11月になったら、もう行けるって、まあ、自分も用事いろいろあるもんですから、嫁さん、子供、孫までいますんで。そうですか。奥さんはどう言ってるんですか？11月ぐらいは言われました。まだ行かないのって。本当？はい。すごいの、奥さん。じゃあ、ですか、吉田さんの家庭はもう吉田さんを誇りに思って、家族はみんなで頑張ってくれていて、吉田さんが単身赴任みたいな。そうなんですね。ボランティア単身赴任、好き勝手なことやってる長男坊ですおいくつなんですか？僕28年生まれの58です。58ですか、はい、そうですか。もうなかった分は社会貢献をしないとなって。素晴らしい。吉田さんにとって、はい、九州の人たちと東北、はいはい、なんかもうちょっとこう助け合う、近づける方法って、なんかずっと来てて、ヒントありますかね？それを模索中でもあるんです。ね、なんとかしたいですよね。やりたがってる人いっぱいいらっしゃるんですよね。そうなんですよね。ところが、やっぱり温度差があるんですよ。そうですね。今これじゃないよっていうの。でも、こっちからこう上から目線で言えないですし、お家から借りるわけですから、方法って思いながら、今インターネットとそのフェイスブック使いながらいろいろご案内してるんですけど、うまくこう温度が伝えられればなって、はい、でもう気心知れた人間はもうお前来いって言うしかないわけ。来た人間は必死で手伝ってくれるんですよ。一回来ちゃうとね、はい、で7月12日にうち家内も呼んだ、家さんも来てって、帰り一緒に車で帰ろうして、陸高からずっと案内したんです、うん、大船渡、はい、その後行こうとしたらもうお父さんに泣き出して、でそれを分かってもらったことでまた来れた。で今は娘3人、孫5人、家内1人頑張ってって言ってもらってます。僕も京都の大学で学生を教えていて、はい、無理やり騙されたと思えば、でその責任は取るから一回来いって言われました。で学生なら京都から学生でお金ないんで、全然分かったと、僕がお金集めると、で集めて無料にして連れてくるんです。そうすると何回も来始めるんですよ。あ、そうだから一回とにかく来た方がいいと思うんですよ。僕は日本人として一回来た方がいいと思うんです。一回その興味があって気になるなら来てって言いたいですね。一回来ると変わりますね。変わります。九州の人を一回連れてきましょう。なんとか、考えましょう。はい、お疲れ様です。はい、はい、ちょっと考えます。はい、僕も、はい、手伝ってください。もう今日からお友達としてよろしくお願いします。はい、じゃあ、佐賀から、東の真心ネット大津北小学校コミュニティビジネスサポートセンターの、吉田さんです。吉田と申します。吉田さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。よろしくお願いします。